チルトン郡はアメリカ合衆国アラバマ州の中心に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は43,643人であり、2000年の39,593人から10.2%増加した。郡庁所在地はクラントン市であり、同郡で人口最大の都市はカレラ市である。郡名は弁護士。 ウィリアム・パリッシュ・チルトンにちなんで名付けられた。チルトンはアラバマ州最高裁判所長官を務めた後、アメリカ連合国議会のモンゴメディー軍選出議員となった。1861年2月4日には暫定議会の議長代行を務めアメリカ連合国の成立を促進した。1942年アメリカ海軍はチルトン軍にちなんでアセス・チルトンを収益させた。 チルトン郡は基本的にアルコール飲料の販売が禁止されているドライ郡である。アラバマ州の人口重心が郡内ジェミソンの町郊外、ジェミソン地区と呼ばれる地域にある。チルトン郡は桃と特徴ある地形で知られる。この郡で終わるアパラチア山脈の麓丘陵部にあるために湿地、平原、山岳がある。空坂は盆地があり、ブラックベルトプレーリーに近い。 チルトン郡となった地域は1868年12月30日に設立され、アルフレッド・ベーカーにちなんでベーカー郡と名付けられた。郡庁所在地はグラントビルに置かれた。軍民がアラバマ州議会に軍名変更を請願したが、これは強制されたものではなかった。1874年12月17日、請願が認められ、チルトン郡という名前が提案された。 ただし、名称の由来である、チルトン長官はこの地域に住んだことはなかった。軍庁所在地が何時移転されたかについては不明である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は700.76平方マイルで、あり、このうち陸地693.98平方マイル、水域は6.78平方マイルで、水域率は0.97%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。